今日は手の筋肉について、まあ、実際そのどんな筋肉がどんな風に通ってるのか、そんなことをお伝えしていこうと思います。はい、骨はだいたいこんなもんなんですね。で、手の疲れで一番出てきやすいのはこの指の間の筋肉なんですね。この骨幹筋っていう骨の間の筋肉があるわけなんです。で、それはだいたいこんな感じで、この指の付け根まで走ってるような形なんですね。はい、今描いてるのはこの辺りですね。反対も同じように、これが一番手の中で深いところにある筋肉なわけです。はい、この筋肉っていうのは指を曲げるんですけど、ここの MP 関節って呼ばれるようなところは曲がって、他は伸ばす、こういう吸い付くような指立て伏せする時のような動作を行う時に特に骨幹筋が働きます。だからこんな感じでこうデスクワークとかしてる時なんかは骨幹筋がよく働くわけなんですね。あとは手をこうパッてしたり閉じたりとか、その筋肉を緩めるためには一体どうしたらいいかって言ったら、まあそこの筋肉を伸ばすか抑えるかしたら緩みやすくなります。だけどもここの筋肉って伸ばせないんですよね。ちょっとこうやって微妙に伸びるかなぐらいの感じ。じゃあ効率的に伸ばすために、伸ばすっていうか効率的に緩ませるためにはそこの筋肉を抑えればいいんです。じゃあこういう指の間を押さえたりとかで、ここはかなり薄い部分になるので、指先でしっかりこうつまむような感じで押さえましょう。これもつまむ、つまむで、つまんでいったらこの指の間の骨に沿って指の先を立てるように押さえます。この時に押さえながら指をちょっとこうグーパーするとより筋肉が伸び縮みしながら抑えられるので、そこの骨幹筋に対してよく刺激がいくようになるんですね。はい、まあ、これが骨幹筋の緩め方です。で、骨幹筋はこっちだけじゃなくてこっちにもあるので、同じようにこう指で、ただここは細いので親指が入りにくいから人差し指とかで押さえるといいですね。この時ちゃんと爪は切っておきましょう。爪が伸びてるとどうしても刺さってしまうので、奥を抑えられてる痛みよりも皮膚に食い込む痛みの方が強くなっちゃうので、そこは気をつけましょう。で、手の筋肉っていうのは基本的に2種類あります。手の中だけの筋肉とこんな感じで腕から手首を通って手のひらまでついてる、ここの腱ですよね、伸びている筋肉もあるんです。まあだからここのケアと腕のケア、手のひら自体と腕のケア自体を行っていけば、おのずと手のひらは疲れが取れてきます。で、次はこの小指側、こうやってグッとこうつまむような動作をするときに、ここがモコッと盛り上がるのがわかるでしょうか。はい、ここの筋肉はこんな感じでついているわけです。だからこの真ん中の手根骨のところから小指の骨に沿って押さえていきます。この時に同じようにクッとこう
掴んだりして中がモリッと盛り上がってくることがあれば、小指側の筋肉は抑えれています。親指側も同様にこの辺りからこういう風についています。これは親指をこうクッと曲げるための筋肉です。まあ親指の骨のどちらかというと人差し指側の筋肉を抑えます。で特になんか奥の方にずしんとくるようなツボを押さえてる感覚みたいなのがあるんですね。そこを見つけたらじわーっと10秒ぐらい押さえ続けます。それはめちゃくちゃ力いっぱい押さえるんじゃなくて、じわーっと効いてくるあたりのポイント 80% ぐらいの感覚で押さえ続けます。だから押さえ続けてる時に強めたりとか緩めたりしないように気をつけましょう。はい、今度は親指を閉じる筋肉、こうやったらもこっとここが盛り上がりますよね。はい、母指内転筋っていうのはこの親指、こっから中指あたりまでつながっています。ここの三角形のうちの角っことこの辺の部分を狙いましょう。閉じる筋肉もあれば開く筋肉ももちろんあるわけなんですね。ならこの辺、親指の骨の上側といいますか外側を押さえましょう。特にじわーっと痛いところを見つけたらそこを10秒ぐらい押さえましょうか。で、だいたい手の中にある筋肉はだいたい網羅できています。で、もっとこの辺とか指の先とかになってくると腕の方から伸びてる筋肉が主体になるので、そこのケアが必要になるんですね。ぜひこのだいたい親指のあたりとか骨の間とかこの小指とか親指の外側とかを狙って自分の手の疲れを改善してみてはいかがでしょうか。以上、つもりの体チャンネルよりつもりがお送りしました。それではまた。